こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとは、トレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの本を見させてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております。今回は日高さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたら、じゃあ日高さんについて自己紹介をお願いします。はい、はじめまして、日高と申します。株式会社スウォームという設計会社をやっておりまして、普段は住宅のリノベーションとか新築もやったりするんですけど、建築を設計する仕事をしています。で今回来ていただいたこのお家も6、7年ぐらい前に自分でリノベーションした家になってます。はい、というわけで、今回紹介していただくこちらのご自宅、間取りでいうと、はい、どういう形になるんですかね。そうですね、一応全体では100平米ぐらいのお家なんですけど、寝室が2個あって、LDK があるんで、一応表記的には 2LDK のお家になって2個あるんですね、寝室が。そうですね、一応こっちとあっちに1個メインの寝室で、もう1個は一応ゲストルームみたいな形で寝室が2つあります。というわけで、かなりコレクタブルな家具だったり、お部屋空間そのものがこだわりあると思うので、そのあたりの詳しくお話をお伺いできればなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、まずは、こちらのご自宅の、全体的なお話から聞いていきたいんですけど、リノベーションされてるということで、何かこだわったポイントからお尋ねしていきたいんですが、どんなところにこだわりましたか。はい、まず全体の間取りを考えるときに、うちの家がもともと事務所兼自宅で、人も結構招いてご飯会とかもやったりすることを想定してたので、自分が住むのはもちろんなんですけど、遊びに来た人に対しても結構フレンドリーなお家にしたいなっていうのがあったので、まず玄関から入ったら、一番最初に廊下があるとか、水回りがあるっていうような感じではなくて、入った瞬間にみんなが集まるようなダイニングテーブルがあったりだとか、あるいは廊下を介さなくてもメインのリビングの空間が見えるような、そういう間取りをにしようっていうのが一番最初のスタートでした。じゃあ、ということで、ちょっと細かいスペースの話、順番に聞いていきたいなと思うんですけど、まずはちょっと奥の方に移動をしていただいて、こちらがリビングになるんですか。ここはそうですね、一応リビングなんですけど、私オフィスリビングっていうふうに呼んでて、っていうのももともと事務所兼自宅だったので、事務所スペースっていうか、自分が作業するスペースのデスクと、あとはくつろぐリビングのスペースを一体化させたというか、一つの空間で仕事もできるし、団らんもできるような、そういう空間にしたかったので、一応オフィスリビングっていうふうに呼んでます。ということで、じゃあちょっと細かいアイテムの話聞いていきたいなと思うんですけど、これは、購入じゃなくて造作で作りました。自分で図面引いて、大工さんに作ってもらった、一応デイベッドって呼んでて、ソファーよりちょっと奥行きがあってですね、人が寝転んでもちょっとリラックスできるぐらいの、寸法になってます。座り心地とかはどうですか。そうですね、これ作りが、下がモルタルで、作り方としてはまず木で箱作って、でその上を薄くモルタルを塗るんですけど、それだとこんな感じですごい硬いので、そうですよね、特注サイズで、こういうマットレス作って、でこのマットレスの上に普段ファブリック敷いてます。で結構シーズンによってファブリックも変えてて、今は夏なんで、こういうちょっとレース調の涼しげなやつだったりとか、青かったり白かったりとか、そういう素材感とか色味も季節によって変えてます。この辺りのファブリックとかは、よくチェックするお店とかショップとかは何かあったりするんですか。そうですね、ここら辺とかは、外苑前にあるグランピエっていうお店なんですけど、変わったエリアの、雑貨類を置いてあって、個人的にはすごいよく行くお店です。そしたら、じゃあまたちょっとお隣の方に移動しようかなと思うんですけど、後ろの方にはサイドテーブルと、あと照明、この辺りありますが、まずこの照明から、これはどちらのアイテムでしょうか。これ無印です。うちの家結構さっき話したように結構癖の強いものが多いので、それとバランス取るために結構無印の、家具とか、食器類とか結構多く持ってます。あとそのね正面を置いてらっしゃるこのサイドテーブル、はい、これは大理石なんですか？そうですね、これは自分でデザインして作ったんですけど、そうなんだ。天板が大理石です。薄くスライスした2、3ミリの大理石を鉄で作ったなんていうんですかね、このフレームの上に乗っけてるっていう感じで、今1個しかないんですけど、もともと3種類ぐらい作って、その大理石の色変えると、ちょっとこうキャラクター出て着せ替えじゃないですけど、そういう意図でデザインしたサイドテーブルです。あとはね、ここそれこそ本とかも小説ですか、今2つ。これはなんか今読んでらっしゃるものとかですか？そうですね、なんか本、結構よく読むんですけど、これとかなんか昔から読んでる本ですね、こっちとか。へえ。小説っていうよりなんですかね、哲学書みたいな。ああ。こっちもそうです。これ最近読もうとしてる本です。建築の仕事してると、なんか建築の本やっぱりどうしてもその仕事から読むんですけど、その建築家の書く文章って結構なんか哲学書の引用とか多かったりするんですよ。なんでそれの勉強で読む本って感じです。わかりました。はい、ありがとうございます。そしたらじゃあちょっとまたお隣の方に移動して、はい、お隣この植物、はい、すごい大きなこれ植物ですね。そうですね。この植物、ウンベラータって結構ポピュラーな、はい、植物なんですけど、この家に住んだ直後に買ったんで。もううちの家来ても6、7年ぐらいなんですけど、もともとはまっすぐだったんです。まっすぐ綺麗な形してたんですけど、はい、その太陽を求めていつの間にか求めちゃったら、そうなんですよ、もう横に伸びちゃったみたいな太陽生き物ですね結果的に太陽を求めて窓辺に行くじゃないですか。はい、そしたらなんかいい感じでちょっとパラソルみたいになって、確かにさっきこれデイベッドって説明したと思うんですけど、結構昼寝するんですよ僕ここで。で日光浴みたいな感じでお昼寝するんですけど、葉っぱがあるところの下にある大きいやつが枕なんですけど、はい、ちょうど寝っ転がるとなんか太陽を遮ってくれるみたいな。めちゃくちゃ最高ですねめちゃくちゃ気持ちいいですねパラソルの役わかりました、はい、ありがとうございます。そしたらじゃああとはこのね、テーブルを囲うように椅子がこの3脚あると思うので、順番にちょっとお尋ねしていきたいんですけど、はい、まずこちらの椅子、はい、これはどちらで購入されたアイテムでしょうか？これちょっとお店忘れちゃったんですよね。これアンティークショップででも買いました。確かなんか、4、5万円ぐらいのなんか椅子だったと思うんですけど、それこそなんかここの椅子はちょっとキャラクターがなんとなくここで分かれてる感じはありますけど、ここの部屋は、デイベッドもそうなんですけど、比較的、重心が低いなんですかね、家具類を置いてて、で、こいつも、キャンプチェアも、結構座面の低くてリラックスできるような感じの椅子にしてるんですけど、あんまり自分で家具を選ぶ時もそこまで統一させないようにはしてて、結構いろんなキャラクターの家具とかが混在しててもなんか不自然じゃないような、そういうなんか部屋作りっていうか空間作りをしてるので、キャラクターは違うんですけど、何ですかね、人が座った時の体勢は似るような、そんな感じで家具は選んでます。あとはじゃあこちらのちょっと椅子2脚、はい、これは同じブランドのものですか？そうですね、この2つは一緒でヘリノックスの、キャンプチェアです。もともと、自分別にそのキャンプとか行くタイプではないんですけど、はい、このキャンプチェアって収納できるじゃないですか。はい、組み立て式なので、なんで使わない時とかは畳んでしまえるっていうのがいいなと思って買いました。確かに。どうですか座り心地とかは？そうですね、正直この椅子が一番座るかもしれないです、普段。はい、僕なんで一人で住んでるんですけどここに座ってます。あ、ここにそうだったね。特等席、一番座り心地いいです。こっちはまた背もたれがちょっと低いてかなんか面白いまたデザインですよねこれ。そうですね。ただこれとこれシリーズ一緒で、これがなんですかね、ハイバックっていうんですか、ね。はいはい。でこれローバックチェアで、まあこの2型作ってるみたいですね。なるほどね。わかりました。ありがとうございます。はい。はい、続いてじゃあライブラリースペースということでちょっと紹介をしていただきたいんですけど、まずこちらの本を収納してらっしゃる棚自体もご自身で作られたということで、なんかこの棚のポイント何かありますか？そうですね。結構本たくさん持ってて、で本って結構サイズいろんなサイズがあると思うんですけど、小説サイズの文庫サイズのものから結構作品集とか大判だったりするんで、ちっちゃいところと大きいところ両方作っとくっていうのがこの棚作ってる時に考えてたことで、上の段とかはこういう一般的な本のサイズが収まるぐらいの高さになってるんですけど、ちょっと下に行くとこういういわゆる何ですかね、マガジンサイズの本が入る高さと、一番下は本当に大判になるんで、何種類か高さを用意してあげるっていうのを考えてたんですけど、造作で自分でデザインするとこういう結構フレキシブルに作れるんで、そういう意味では本の棚のこの高さと本の高さがあるとやっぱり結構綺麗に見えるんで、そこら辺は意図して作りました。確かに本はなんかジャンルでいうと何系の本を読まれることが多いですか？やっぱり建築やってるんで、建築の本が多くて、建築の本でいうとやっぱ作品集とか、あとはなんかその建築家の方が書いた文章の本とかが多かったりするんですけど、さっきもちょっと話しましたけど、建築家の文章って結構現代思想とか、なんか哲学書の引用とかが多いんで、哲学書の本とかも結構多いです。ありがとうございます。そしたらじゃあちょっと奥の方に少し移動をしていただこうかなと。はい思うんですけど、この奥の方には、香水とかがまたありますが、はい、そうですね。これこの本棚設計するときに、普通本棚って奥行き変わらないんですけど、ここに扉があったりとか、ちょっとここ最後ここだけ廊下があるんですけど、もともとのこの、本棚の幅で。奥行きで作っちゃうと、ここがすごい狭くなっちゃうってこともあったので、わざとここら辺からちょっと奥行きを変えて、ちょっと平面的に三角に形を絞っていくみたいな、そういう作りにしたんですけど、こういうちょっと奥行き変わってっちゃうんで、本を置くには適してないんですけど、ちょっと小物をちょっと置くには結構適した場所になって、ちょうどここがお風呂場で、こっちが奥は寝室なんですけど、ちょっとプライベートなところから出た時に。こういうちょっと香水類とかここら辺にあると動線的にも確かに使いやすかったりするんで、そういう意味でなんか自然とちょっと香水はここに置くようになりました。ちなみに今この置いてある香水は普段使ってらっしゃる香水たちみたいな感じなんですか？そうですね。普段このアトリエコロンっていう香水使ってます。アトリエコロンっていうブランドのゴアブロンっていうシリーズっていうか名前の香水。はい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 。わかりました。ありがとうございます。続いてストレージのお部屋紹介していただきたいんですけど、その前にまずここの空間、ここはちょっと小上がりになってたりとか、そういったポイントがあると思うんですけど、何かこの辺りは設計される上で何か意識されてたりするんですか？そうですね。うちの家結構友達が遊びに来たりして、このさっきのダイニングスペースとかこのオフィスリビングって言われてるところは結構友達がくつろいだりするんですけど。言っても自宅なので、どっかでそういうみんながワイワイしてもいいスペースと、ちょっとプライベートなゾーンを、どっかでちょっと分けたいなと思ってたんですけど、あまりにも分かりやすくここからプライベートだよっていう強い境界をあまり作りたくなかったので、一応ここでまず一段段差をつけててですね、普段スリッパで生活してるんですけど、一応普段からここでスリッパ脱いで、ここからは裸足で生活するようなゾーンになるんで、なんとなくここが第2の玄関じゃないですけど、ここからちょっと緩やかにプライベートになっていくよっていう、なんかちょっと簡単な合図みたいな意味合いでここに段差作りました。それこそこっちの奥の方は廊下というかちょっと狭い暗い空間にもなってたりしますもんね。そうですね。うちの家基本的に廊下をなくすような設計にはしたんですけど、まあ、最後本当に2メーターぐらいだけ最後のこの奥にある寝室とここがお風呂なんですけど、まあ、このエリアだけ短い廊下を作って、まあ、空間もギュッとこう絞ることで、まあ、ちょっと暗がりを作って、まあ、ここから先はもう本当にいよいよプライベート空間なんでっていうこう2個目の合図というか、まあ、そんな感じで作ってるんですけど、やっぱり友人とか遊びに来てもここから先までこうなかなかこうどんどんこう歩いてここは来ないですよね。なんでそういう意味ではこれ結構効いてるかなと思うんですね、お部屋作る上で。確かにこの照明とこの廊下なんか面白いですね。こういう効果がやっぱあるんですね。そうですね、やっぱり、普通のなんかこう綺麗な長方形のお家とかだとあんまり明るいとこと暗いとこって家の中にあんまなかったりすると思うんですけど、結構こう自分は設計する時こうパーッと明るいところとグッとこう絞って暗いところを作ったりすると、まあ、単純にこう空間にメリハリもつきますし、これちょっとなんですかね、こう楽しいところとプライベートなところとか、まあ、そういうこう動線分けっていう意味でも結構そういう明るいところとか暗いところの作り方の使い分けっていうのは使える技というか方法だとね、勉強になります。そしたらじゃあちょっと、まずこちら側のスペースから聞いていきたいなと思うんですけど、まずここはなんか洋服だったりそういったものがかかってらっしゃいますが、なんかお気に入りのものとかこの辺りはって感じですか？そうですね。なんかここにこうコンクリートの梁があるんですけど、この梁のところにちょっとこう、まあ、ネジがこう突起のように出てたんで、まあ、ここにこうハンガーかけちゃったりとか、あとはなんかこう、まあ、ハンガーかけて洋服かけたりとか、まあ、普段使うなんかこう軽めのバッグとかをこうかけるスペースとして使ってて、まあ、そういうこう、まあ、普段使いでこう使う、まあ、機能的な意味もあるんですけど、まあ、単純にこういうちょっと個人的にお気に入りの綺麗な、なんですかね、布使った洋服をこうちょっとアート代わりじゃないですけど、まあ、そういう意味でちょっとかけたりしてます。これちなみに洋服はどちらのブランドのものですか？これ一世三宅のやつです。今もうちょっとねメンズラインなくなっちゃいましたけど、結構なくなる直前のやつ。そしたらじゃあちょっとこちらのスペース紹介していただきたいんですけど、ここのスペースは何てお呼びするのが合ってるんですか？一応自分はなんかオープンストレージっていうふうに呼んでて、まあ、直訳するとなんかこう開けた倉庫みたいな。もともと自分がこういう民芸品とかこういう絨毯とかラグとか集めるのが好きだったんですけど、まあ、この家に住む前まではやっぱりこう全部をこう部屋の中には置けなかったんで、まあ、ちょっと一部倉庫の中とかにしまってたものを、まあ、この家に来たタイミングで、まあ、せっかくだからこう、まあ、見れるようにしたいなと思ってこう、まあ、ディスプレイしながらも一応こう倉庫としても使えるっていうような、まあ、そういうお部屋にしてます。じゃあちょっと細かい作品というかなお話聞いていきたいんですけど、まずこちら側にあるこのテキスタイルというか、まあ、ファブリック系のアイテム、ここはなんかどういったものが集まってらっしゃるんですか？そうですね、まあ、自分結構こう旅行とか行ったりするとファブリックとかテキスタイルってこう畳めばこう持って帰りやすいんで、いろんな国のもの結構集めるようにしてるんですね。何に使うっていうことでもないんですけど、まあ、こういうところに今1回ストックはしてて、で、まあ、ただ例えばですけどなんかこういう布とかはまあ、毛布生地っていうんですかね、ちょっとこう厚手のちょっとあったかい素材になってるんで、これ冬場とかにデイベッドにこう。まあかけて、まあ、そうするとちょっとなんですかね、冬場でもこうあったかい雰囲気になるし、まあ、単純に手触りも暖かいので、夏と冬とかにこうデイベッドを衣替えするんですけど、その使ってない布とかを結構この空間とかに置いてたりします。これとか大葉の布って結構本当自分に巻いたりもしますし、家具にも巻いたりもするんでじゃあ結構汎用性高めなんですね。インテリアにも使えるし、なんですか、普通に着るものとしてもまとうものとしても使えるんで、こういう結構大判の布は結構買ったりします。あとはまあラグ、これも何枚引いてあるんですか？そうですね、今1234、あでも4枚かな、4枚、はい、あ4枚ですね。これもあれですか、それぞれはい、違う国とかで購入されたものですか？そうですね、一応多分パキスタンとイランのものですかね、ここは。パキスタンのものは幼少期に住んでたんで、うん、多分実家に置いてあったものを一部もらって、ただ、自分もこうラグ好きになって、絨毯とかも自分で集めるようになったんで、イランについては5、6年前に自分で旅行行って買いに来ました。はい、結構肌触りというかどうですか？はい、そうですね、ここら辺に敷いてるものはなんかウール製のもので、比較的こう厚手のちょっとゴワゴワして、うん、なんかこうラフに使ったりとか、あるいはなんか多分下足でも大丈夫なような、あ、そうなんですね、やつ使ってます。じゃあ結構丈夫というか。そうですね、ここら辺結構丈夫なやつら。はい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 。逆に今足元にあるそっちはシルク製なんで、うんうん、こいつは結構きめ細かくて、触ると全然なんか雰囲気違う。なるほどね、わかりました。ありがとうございます。続いて木のオブジェというか、これは何でしょうか？ですね、これ一応なんかスネークスタンドっていうふうに聞いてるんですけど、これもパキスタンのもので、一応そのパキスタンのを作った職人さん曰く、なんかこう一つの木からなんか削り出して作ったっていうふうに聞いてるんですけど、こんな感じでちょっとこう稼働するというか、動くんですけど、はい、でも確かにこれだけ複雑なものなんで、確かに別の組み合わせるのは確かにちょっと難しそうですよね。難しそうなんですけど、ちょっとどうやって作るのかはちょっと想像つかないんで、今まで謎大きいオブジェ。はいはい、これは天板というか、はい、を置いて使うみたいなスタンドみたいな感じなんですかね。そうですね、一応なんかこれもともと実家にあったものなんで、僕も詳しくは知らないんですけど、昔から木の上にこのお皿が置いてあったんで、おそらくですけどこういうふうに売られてたものなんじゃないかなっていうふうには、はいはいはい、想像しています。わかりました。あとはそのお隣、はい、これはまたなんか藁というか、はいはい、これもなんかちょっと面白いプロダクトですが。そうですね、ここら辺はイランで買ってきたものなんですけど、イランのマーケットで売ってたんですけど、こっちは一応うちわらしいですね。へえ、こんな感じで涼しくなりますか？ちょっとちょっと日本のうちわの方がやっぱ使いやすいです、ね。あ、本当ですか？なんかちょっと使いづらいですよね。ただなんか見た目可愛い。可愛いですね。こっちはなんかスリッパってなんですかね、草履みたいな。なんかここら辺の編み込みのデザインとかがちょっと可愛くて買ってみました。結構こう見てるとやっぱりじゃあ中東のなんかこう民芸品というか。そうですね。結構お好きなんですね。やっぱりもともとパキスタン住んでて実家にそういうものが多かったっていうのはあると思うんですけど、なんとなく自分でもなんかこうしっくりくる。うん、なんか好きで。買ったり行ったりするようになりましたね。あんまり、ヨーロッパのものとかも、好きなんですけど、結構中東のものとか、あと東南アジア系のものはなんか人のお家よりは確かにちょっと多いかもしれないです。わかりました。はい、ありがとうございます。はい、ということでじゃあ続いてこちらのダイニングスペースの方をちょっと紹介していただきたいなと思います。はい。はいはい、じゃあちょっと奥に、はい、すみません、お願いします。またこっちの方はちょっと雰囲気が少し温かみのある感じに変わったような気もするんですが、この辺は何かこだわりというかありますか？そうですね、部屋によって結構床の素材を変えてて、さっき見ていただいたオフィスリビングとかは床がモルタルだったんで、結構こうハードな雰囲気だったと思うんですけど、この部屋は床がフローリングになってて、部屋全体としてもちょっとこう家具も含めてなんですけど、木の素材を多く使ってるので、その分やっぱちょっとこうあったかい感じに見えるかもしれないです。というわけでじゃあちょっと細かいお話聞いていきたいなと思うんですけど、まずはじゃあ後ろにある、はい、ここは食器が非常にたくさんありますけど、はい、一人暮らしですよね。そうです一応一人暮らしなんですけど、なんか家でご飯会とか結構よく友達とか、あるいはなんかクライアントとかとも開催したりするんで、一人暮らしなんですけど、やっぱ食器の量はすごい多くて、まあ、こうワイングラスもやっぱ結構な数必要になってきたりとか、こういう小皿関係、こういうのもかなり数を一応用意してますね。結構こういう食器系はなんだろう、よく買いに行くお店というかあったりとかしますか？そうですね、これもやっぱ海外旅行行った時とか買ったりとか、あとまあ日本国内もちょっとそういう食器が有名なエリアとか行ったら、まあ、旅行の時結構買ったりすることが多いかもしれないです。わかりました。そしたらお酒、はい、まあいろいろあると思うんですけど。そうですね、もう見ていただいたらすぐ分かると思うんですけど、ワイン飲むの結構好きで、こういうご飯会の時とかも結構ワイン出したりするんですけど、もともとなんか自分が飲んで好きだったやつとかをちょっとなんですかね、思い出じゃないですけど飾るようになってから、窓辺とかにも飾るようになったんですけど、最初はなんていうんですかね、よく飲食店でワインボトル並べてるお店とか見てて、なんかああいう風に並べるのかわいいなみたいな感じでちょっと真似するところから始まったんですけど、なんかこうやってご飯会やる上でちょっと気づいたのが、こういう風にワインボトルとか並べとくと、なんかそのワイン好きっていうのが伝わるんで、みんなが自動的にワイン持ってきてくれるようになってめちゃくちゃいいシステムですねワインホイホイはい、はい、みんなが持ってきてくれるのって、あ、これいいシステムだなと思ってから、どうぞ飾ってですねなんかこの中でそれこそよく飲んでらっしゃるワインとか。そうですね、なんかこのワインとか頑張ってよく集めてます。はいはいはい。これも全部飲んじゃったやつなんですけど。これはどちらのやつなんですか？これイタリアのなんかピエモンテのワインなんですけど、このワイン飲んでからなんかワイン好きになったんで、なんか今でも見つけたら買うようにしてます。はい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 。あとはラベルが可愛いお酒ありますが、はい。ホロンっていうジンで、これこれは僕の友人が作ってるジンなんですけど、季節ごとにエチケットが若干デザイン変わりながら、そのシーズンもののジン出してて、季節によってフレーバーが変わるんで、すごい見た目も可愛いですし味も美味しいんでストックさせてもらってます。わかりました。あとは、こちらのダイニングスペース、はい、じゃあ大きなまずダイニングテーブルから、はい、お聞きしたいんですけど、このテーブルはどちらで購入されたアイテムでしょうか？そうですね、これ購入っていうほどのものでもないんですけど、これ下、これ一応パーツ分かれてて、これ実際下の三角の足にいわゆるベニヤ板を本当上に乗っけてるだけなんです。はいはいはい。でこれ東急ハンズで1万円しないぐらいで売ってて、で上はあくまでベニヤ板をなんかその木材屋さんで買ってきて乗せてるだけなんで、非常に安価に作ってますどうですか、なんか使い心地というか結構味わいもなんか出てきてるような気もしますが。言っても 6,7 年ぐらい使ってて、こういうベニヤ板使う場合は最初なんか1回塗装とかするんですけど、私の場合蜜ろうワックスっていうろうで1回コーティングしただけで、比較的そんなに強いコーティング剤じゃないんで、結構染みたりもするんですよ。はい、で、ワインもよく飲みますし、6,7 年かけてかなり味わい深い色味に変わっていったとワイン染めみたいな状態。ワイン染めですねあとはここはね、椅子を5脚、はい、囲んでいらっしゃると思うんですが、はい、じゃあちょっと奥から順番に椅子についてもお聞きしてもよろしいですか？はい、自分は結構いろんな椅子ミックスで使うのが好きなんで、それぞれ全部違うんですけど、あまりにもバラバラすぎるとちょっとごちゃっと見えちゃうんで、なんとなくですけど色味を揃えたりとかはしてます。でこれだけ一応デザイナーズチェアで、カールハンセンで買いました。うちの家の椅子の中ではかなり新入りというか最近買ったやつ。そうなんですね。結構家具も一発で全部揃えないで、ライフスタイルとかその時の家の雰囲気に合わせて買い足していくのが好きなので、ちょっとずつ常に家具が増えてってます。どうですか、座り心地は？そうですね、いやこれすごい座り心地いいですね。ただちょっとこう座面が高いので、ちょっとこう座った時ちょっとこうなんていうんだろう、リラックスなんかここも置けるんでリラックスもできるんですけど、まあ、若干高いんでこう姿勢よくなるんです。確かにちょっとだけ高いですね。そうですね、ちょっと高いですね。はい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 。お気に入りの椅子です。うんうん、これはアンティークショップで買った一応折りたたみ式なんですけど、こんな感じで折りたためる。どちらのお店で買ったんですか？これどこだったっけな。ちょっともうアンティークショップどこで買ったか毎回忘れちゃうんですけど。東京ですか？東京です。へえ。確か多分目黒の家具通りのどっかで買ってると思うんです。これがアンティークではないくて、普通に現行品で売ってるような家具だったと思うんですけど、確か五反田のデモデさんっていう家具屋さんで買いました、ね。確かインドのものだったと思うんですけど、ちょっと独特な、なんか珍しい形してます。下がまあスチールで、上がちょっと革状になってて、背もたれそんなにないんですけど、結構座るとここが意外と効いてて、座り心地実はすごいいいです。じゃあ結構長時間のそうですね飲み会でも、はい、長時間ぐらい対応全然対応できる。なんかこう革の質感とか、はい、ここの辺のスティッチのちょっとラフさが良くて。気に入ってます。あとはそのまたお隣か。はい。これもちょっとどこで買ったかも思い出せないんですけど、これもアンティークショップで買いました。これ結構クラシックな雰囲気ですね。こういうなんかこういうディティールとかあるとちょっとなんかアンティークっぽい。で。うちのこっちの部屋の中ではこいつがなんか多分一番長時間座るにはなんですか向いてるっていう適してる。こんな感じで手掛けがあるといいですよね。確かにだいぶ楽にはなりますよね。一応特等席です。これありました、はい、あとは今、はい、奥かこのカーテンというか、はい、これはそうい役割としたカーテンであってますか？そうですね。一応うちの家ここに本当カーテンレールが仕込まれてるんですけど、そうなんですね。ちょっとカーテンをちょっと選ぶのをこう怠ってる間にちょっとカーテンなしの生活を一時してて、はい、ただちょっとカーテン選ぶのも時間かかるなって思ってた時にタイに旅行行ったんですけど、はい、そのタイのなんかマーケットでなんかちょっとこれバティックっていうんですけど、バティックっていう布を買って、で持って帰ってきたらなんかちょうど窓のサイズになんとなくあったんで、ここにクリップつけて、はいはい、このクリップをこの窓のサッシに留めてるだけの非常にラフな作りになってます。でも遮光すごいっすね。結構ちゃんと暗くなりますよね。ちゃんと暗くなりますよね。すごい。これも別にカーテンのために買ってきたわけじゃないんですけど、まあ色もちょっと黒くてなんか遮光性もあってサイズ感もちょうど良かったんで、今そのカーテンの代わりとして使ってます。わかりました。あとは後ろには棚もここまたありますが、はい、この棚はどちらで購入されたいですか？ですね、これは自分で DIY で作りました。この今の家に引っ越す前から使ってたもので、もともとここに引っ越すことがまあ決まってるタイミングで作ったんで、なんかちょっと持ち運びしやすいように作ってて、一応これ4分割になってます。あ、そうなんですね。これ今2段になってるんですけど、上下がただ単純にこれ乗っかってるだけ。ああ、本当だ、そういうことか、はい、なんで一応これ4つのパーツに分かれてて、普通に手で持てるぐらいの軽さで作ってます。サイズ感的に、分かりました。ありがとうございます。はい、続いてこちらがキッチンスペースということで紹介していただきたいなと思うんですが、はい、こちらのまずスペース、なんかどんなところにこだわったというかありますか？そうですね。キッチンはいわゆる特注というか、自分で図面描いて造作で大工さんに作ってもらったキッチンなんですけど、結構こうスペースがそもそも広くて3m 以上ぐらい 3.1m ぐらいあるキッチンなんで結構こう作業スペース広くて、そういう意味であんまりこう機能性のあるキッチンっていうわけではないんですけど、単純に広くて使いやすいキッチンを作りました。結構収納とかもたくさんありますもんね。そうですね。ただ本当はこの下も全部ちょっと収納にする予定だったんですけど、ちょっと予算の都合でちょっとここら辺の収納は一切なくなって、はい、下は今スカスカ。ああ、そうだったね。どうですか実際こう普段お料理とかもされると思うんですけど、使ってて使い心地というか。そうですね。やっぱりこう作業スペース結構あるんで。例えばですけど、ご飯会とかで友達とかも一緒にこう作るの手伝ってもらうみたいなぐらい2人ぐらいのスペース確保できてるんで、一緒に料理するとか結構やりやすいですね。確かに。あとはあんまりこうそうやってこう知らない友達とかも結構キッチン使ったりするんで、こういう調理器具とかこういうナイフとかはあまりしまわないで、はい、もう壁に分かりやすい並べて使いやすいようにしたり、調味料とかもうちょっとしたエアビーみたいな感じになってますね。エアビーみたいになってます。なるほど。なんであんまりこう収納力とか収納上手みたいな感じではなくて、結構こうちょっとごちゃごちゃいろんなものが溢れてるキッチン。確かにどこに何があるかパッと見たら分かりますもんね。そこにあるみたいな。はい。今度そこ。じゃあお友達も結構使いやすいような。そうですね。はい。狙ってやったわけじゃないんですけど、最終的にそうなりました。はい。なるほど。ありがとうございます。はい。ということで日高さんの記憶的ルーム撮影させていただきました。最後にちょっと軽くお話をお伺いしたいなと思うんですけど、この部屋のコンセプト言葉で表現するとしたらどんなご自宅でしょうか。そうですね。一応多分心がけてるのは人とか物に対して寛容な家みたいなのを結構考えてて、はい、いろんなゲストとかが来るんでいろんな人来てもなるべくフレンドリーに受け入れられるような間取りとか部屋作りも考えてますし、結構物に対しても同じような感覚持ってて。結構こう旅行先とかで物買ってきたりした時にとか、お店でもいいんですけど、この家具うちの家に合わないなみたいなのがなるべく起きない環境づくりというか、家の中のどっかしらにはそういう買ってきたものが、似合う場所が、ありそうな雰囲気っていうのを作るようにしてて、例えばモノトーンの家とか作ってたらその色付きの雑貨を例えば買ってきたりするとそれめっちゃ目立つじゃないですか。けどもともと結構いろんな素材とかいろんな色のものがちょっとちりじりになるようなレイアウトしてるんで、買ってきたものが、どっかしら居場所があるような、そんな家づくりを心がけてるかもしれないです。それでいうと確かにジャンルレスというか、本当に特定のトーンというか、そういうのね本当に縛られてないような感じですもんね。そうかもしれないですね。素材とか色とか、あとそのカルチャー的にも混ぜてるかもしれないですね。いろんな国のものを。確かにそうですよね。それこそ今ちょっと軽くお話にも出てたこういう家具とか雑貨とか購入される時とかっていうのはよくチェックするそういうブランドとか行きつけのお店というか。そういう買い方みたいなありますか？そうですね。あんまり特定のブランドとか。いつもここで買いますみたいなのあんまりなくて、やっぱりできるだけ国内外問わず旅行行った時とかにその現地のローカルなマーケットとか、あるいは古道具屋さんとか行ってあんまり名前のないものを買い漁るのが好きなんで、そういうのを買ってくることが多いかもしれないですね。そういうところとかで買う時っていうのはどういう感じで探すというか、お土産屋さんみたいなとこたくさん探したりとか。そうですね。あんまりお土産屋さんみたいなのは行かなくて、本当に市場とか、生活雑貨の本当に普通なものを買うのが多いかもしれないですね。ありがとうございます。そしたらじゃあ最後に日高さんの方から何か告知というかお知らせというか、そういうものがあればしていただければなと思います。一応自宅の名前を代々木の家っていうふうな名前をつけてインスタのアカウントとかも作って細々とあんまり更新度頻度高くないんですけど、インスタもやってますんで、もしよければチェックしてみてください。そこのじゃあインスタグラムではこういうお部屋に関する情報というか、はい、そうですね、そういうもの発信されてらっしゃるみたいな、はい、お家のそのリノベーションとか建築の話と、雑貨とか家具類の話をしてます、ということで、じゃあ気になる方はインスタグラムの方をチェックしていただければなと思います。はい、はい、というわけで、今回の記憶的ルーム、これで終わりたいと思います。ゲストは日高さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。